こんにちはギタリストの富田です今日は正しいメジャースケールの覚え方ということでお話をしていきたいと思います、まあ、正しいというか僕はこういうふうに覚えてるよっていう覚え方ですねまずは概要チェックしていきましょう僕が実践したメジャースケールの覚え方を紹介ということでどちらかというと比較的初心者さん向けの内容になります、はい、僕も結構あのアドリブを始めた時とか ジャズ、スタンダード弾き始めた頃に、まあこういう、まあ、見方で覚えたらいいかなっていうような感じ。まあこう今から紹介する方法で僕は覚えたので、まあそれをシェアさせていただきたいなと思います。えー、アドリブの基礎土台となるメジャースケールを、まあ、実践を想定して覚える方法になります、えー。メジャースケールをアドリブでうまく使えない人であったりとか、まあ、これからメジャースケールを練習しようと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。 はい。では本編いきたいと思います。まず結論からいきましょう。はい、ダイアトニックコードのコードフォームと関連付けて覚えると。まあ、これが結論になります。ダイアトニックコードのコードフォームと関連付けて覚えるですね。で、このダイアトニックコードのコードフォームと関連付けて覚える、まあこのポイントが2つあります。1つ目ですね。コードフォームとこのメジャースケールを一致させることで7つのダイアトニックスケール あの、イオニアンド、ドリアン、フリジアン、リディアンっていうやつですね。の7つのダイアトニックスケールをマスターできると。まあ、これがまず1つですね。で、あの、コードフォームっていうのは、まあ、皆さんがよく知っている定番のコードフォームと紐付けしていきたいと思います。で、ポイント2つ目。コードフォームと、そのコードに合うスケール、まあ、ダイアトニックスケールですね。を同時に見える化することで、そのコードのルートの場所を追いながらアドリブができると。 最初はコードトーンもコードフォームもルートの位置から覚えるのであれば各ダイアトニックスケールもそれらと一緒に見えている状態にしていくのが理想なのかなと思います、まあ、要するにアドリブするときにコードが変わったらそのコードのルートの音をしっかり追いかけながらアドリブをする、まあ、そういうふうになっていくと思うんですけどメジャースケールを弾くだけの時にもその 今弾いているコードとコードフォームとでそのルートとこれをしっかり、まあ、リンクさせた状態で見えているようにする方がいいんじゃないかなとまあ実際そうやってコードをかけていって弾くので、まあ、僕はこうやって覚えていったのでまあその方法ですね紹介していきたいと思いますで今回覚えるメジャースケールのポジションですねこれは4つありますはいでは1つずつね順番に見ていきましょう はい。まずはポジション。一つ目ですね。まあ、よくある5弦ルートから始まるポジションですね。ここがルートの位置。まあ、これ今 C メジャースケールの位置です。で、あの、今からね、一応 C メジャースケール、C、キーが C のダイアトニックコード、ダイアトニックスケールと紐付けていきますので、まあ、キーが変われば場所変わるだけなんでね。今回は C で紹介したいと思います。はい。では、このポジションと紐付けるダイアトニックコードですね。 この3つになります。このポジションで弾ける、まあ、コードフォームとそれと合わせて覚えたいコードスケール。ダイトニックスケールですね。はい。まずは C メジャー7。これ一度のメジャー7ですね。えっ、ー、と、コードフォームの位置をね、赤の丸で印しております。まあ、皆さんがよく最初に弾くメジャー7の形ですね。はい。この形を見ながら、その周りにあるスケールの位置っていうのを、まあ、覚えていきたいっていう話ですね。 で、これがまあ、イコールイオニアンスケール。まあ、普通のメジャースケールのスケールポジションになるという感じです。で、練習するときは、まあ、コードフォーム。コードを弾いて、スケールを弾いて。で、またコード弾いて、コードスケールを弾いて、みたいな。なんか、コードフォームとしっかりリンクして、スケールが見えるようになるまで引き込んでください。 はい。こんな感じです。先ほどとポジションは全く同じです。でも見えているコードフォームが違うんですね。6弦ルートからのセブンスコード。一応1弦もあの同じ音なんで赤丸にしてあります。まあ実際押さえるのは2弦までのことが多いかな。で、これもこの G7 のこのルートの目線から見て、 スケールを弾いていくと。でも弾いているスケールは先ほどの C メジャー7の時と同じですね。で、これが結果ミクソリディアンスケールのポジションになります。要するにこのダイアトニックスケール、7つのダイアトニックスケールっていうのは、まあ、メジャースケールを並べ替えているだけなのでそこがね、あの別々に見えている状態と、まあ、同じスケールを弾いていてでもスタートしている音が違うだけっていう状態。これ結構違うんですよね。まあ、全部覚えようとするとすごく大変なので 並べ替えっっってていいいいう意識をしっかりり持ってもらいたいと思まますすすつ目 b 7 b 7度の7 b です、ねはい、このでねこになりますこれももちろんスケールのポジションは同じ。 でも見えているコードの場所が違うんですね。5弦の2フレットが B ノートですね。こっからこのジグザグに押さえるマイナーセブンフラット5の形。これとこのスケールのポジションを一致させましょうと。リンクさせましょうということですね。で、これは結果ロクリアンのスケールポジションになります。 これがまず最初の1つ目のメジャースケールのポジションで関連づけて覚えたい3つですね。はい。C メジャー7。まあ1度のメジャー7。だからイオニアンスケールね。と5度ミクソリディアンスケール。と7度ロクリアンスケールですね。この3つをまずは、えー、この最初のこのスケールポジションで覚えていきたいですね。はい。続いて2つ目のポジションになります。はい。2つ目はこれですね。 6弦の8フレット。まあ、小指でルートを押さえるフォームになります。まあ、これもよく使う人多いんじゃないでしょうか。では、このスケールポジションと何のコードを紐付けていくかということですね。はい、この4つになります。まず Dm7。これは2度の m7 ですね。えー、5弦の5フレットにルートがある状態。まあ、これも一番定番の m7 コードのコードフォーム。で、この周りに先ほどのメジャースケールのポジションがあると。 あの、ダイトニックコードの場合は、マイナーセブンっていうのが3つありますよね。えっと、2度と3度と6度のマイナーセブン。これ全部同じマイナーセブンなんですが、弾くスケールはもちろん全部違うんですよね。変えなきゃいけない。あの、スケールで言うとドリアンスケール、ミクソリディアンスケール、エオリアンスケールっていうことになるんですけど、これをそれぞれ覚えるとすごい数になるんですよね。だからこれを同じメジャースケールだけど、スタートする音を変えるだけで、えー、それを弾けるようになると。 だからメジャースケールのポジションをいくつか覚えておけばそれでもうダイアトニックスケールはね全てマスターできるんですよねただそれを覚えるときにしっかりコードフォームとリンクさせましょうとルートのポジションそのコードのルートの音からしっかりそのスケールが見えているようになっている必要があるということですねこれがまず一つ目 Dm72 度マイナーですねこれが結構ドリアンスケールのポジションになっているということになります 2つ目 Am7 これは6度の m7 同じ m7 なんですけどこれは6度の m7 ですねはいこちらです6弦の5フレットがルートになりますでもちろん弾いているスケールは全く同じでけどコードフォームがねこの5フレット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 っていうこれも1弦書いてますけどまあ基本は2弦までかなでこれがいわゆるナチュラルマイナーですねエオリアンスケールのポジションになります これはこれでね結構基準になるスケールなので、えっと、メジャースケール普通のメジャースケールと同じようにナチュラルマイナースケールはしっかり覚えておきたいのでここはまずねマスターしたいところですはい続いて3つ目 Bm7b52 回目の登場ですけど このポジションですね6弦ルートのマイナ m 7ト5の形、はい、これとまあリンクするかなしやすいかなっていう感じです基本的にはコードフォームの音をしっかり使って弾ける場所をまあ選んで覚えてもらうような形になるのでこれはかなりマイナ m 7ト5を押さえたところからまあスケールポジションが見やすいかなっていう感じですねこちらもロクリアンのロクリアンスケールのポジションになります で、4つ目。F メジャー7。まあ、これ、4度のメジャー7なんですけど。えっと、ま、米印つけてるのは、ちょっとあんまり、あの、馴染みがない押さえ方なのかもしれないので、ちょっと米印にしてます。でも、ぜひ覚えてもらいたいところですね。はい。このコードフォームです。小指で5弦の8フレットで。薬指で4弦7フレット。で、人差し指で3弦5フレット、2弦5フレットをいっぺんに押さえると。これ、1弦まで押さえちゃっても大きいです。このコードフォーム、ま、あんまりやらないですよね。 人差し指でルートを押さえるコードとか、まあ、中指で押さえるコードが、まあ、多いので、ジャズは、えーこの。これ小指で押さえます。でもこれね、すごく響ききれいなので、ぜひあの覚えてもらいたいんですね。で、これと一緒にさっきのポジションが全く被って、えー、見えるので、ここもね、ぜひ覚えてもらいたいです。で、これが結果、リディアンスケールのポジションになっていますと。同じメジャー7だけど、 4度のメジャーーはリディアンスケールを弾かななきゃいけないけ、まあ、結局リディアンスケールを弾くことになるので C メジャースケールを4番目のファノートから始めるとこのコードフォームぜひ覚えてもらいたいですぜひやってみてください <music> はい。では、三つ目のポジションになります。こちらですね。これもよく使うポジションで、まあ、六弦ルート。六弦に中指ですね。中指の、えー、中指から始めてもらって、まあ、弾くメジャースケールの定番のポジションになります。では、このポジションと紐付けるダイアトニックコードですね。はい。この二つです。まず em、Em7。三度の m7 ですね。これも、先ほどね、Dm7 出てきましたけど、全く同じ m7 の コーードフォームになりますただ、ここもやっぱ気をつけなきゃいけないのが、同じマイナー7だけど、同じ運指で同じスケールを弾いてはいけないっていうのがポイントで、これがだからメジャースケールの中で並べ替えるっていう意識がないといけないところですね。なんで E マイナー7はこのルートからこのコードフォーム弾いた時に、この展開でね、人差し指から始まる展開で C メジャースケールを弾いてあげると、これは結局フリジアンスケールのポジションになっていると。 いうことになりますこ,こね気をつけたいところなんで、えー、頑張って覚えましょう。はい、でもう一つ f メジャーセブ7これは4ドのメジャーセブ7ですね、はい。先ほども出てきましたけどこっちのメジャーセブ7の方がまあコードの。 押さえ方としては定番ですね。最初に、えー、紹介した c メジャーセブ7と全く同じ形です。で、これも、あのー、まあ、このスケールポジションと、ま、リンクさせることができるかなと思うので、僕は結構これで見えているので、おすすめです。はい。で、これも、えー、並べ替えなので、リディアンスケールのポジションになっているということですね。はい。C から始めたら c メジャースケール。ファンノートから始めたら F のリディアンスケールになっているということです。 やっぱりコードフォームをしっかり弾いてそことスケールのポジションがリンクして見えるように練習していきましょうはいでは最後ポジションの4つ目ですね ちょっとストレッチが入るポジションです。人差し指で6弦8フレット。ここからまあ横に広がっていく、まあ、これ3ノートパーストリングっていうね、1本の弦に対して3つの音を弾いていくっていうポジションになります。えー、僕は割とよく使うんですけど、まあ、ストレッチ嫌いな人はね、あんま使わないかなと思うんですけど、まあ、ここでも紐付けられるコードがあるので紹介しておきます。このポジションと紐付けるダイアトニックコードはこの2つ。はい、まず F メジャー7ですね。これさっきの えー、ポジション3つ目の Fm7 と全く同じコードフォームを押さえた時に、えー、人差し指からススターートできるスケールポジションになりますさっきはコードフォームは人差し指でルートを押さえてるけどスケール引く時は、まあ、多分中指からね引き始める感じになると思うのでここを一致させるために、まあ、こっちのポジション人差し指からそのまま引き始められるポジションも、まあ、覚えておくといいんじゃないかなと思ったので、えー、ここに、えー、紹介しております。 Fm7 はどっちでもね見えやすい方でいいんですけどあのストレッチが嫌いじゃなければねこっちも比較的弾きやすいと思いますからまあ形がね覚えやすいからね是非やってみてくださいこれもリディアンスケールのポジションになります。 で、2つ目、G7 ですね。5度のセブンス。あのジャズでよく押さえるこの三角形になっている、これ、ルートと3度と7度っていうね、この三角形。まあ、これ、3和音のコードフォームですけど、まあ、ここにね、9th が入ったり、フラット 9th つけたり、まあ、5度が入ったり、シャープ1 1入れたり、シャープ9入れたり、フラット13入れたり、ナチュラル13入れたりっていう感じで、まあ、この3音の上にいろんなテンションとかね、入れたりするんですけど、この形と一緒に覚える、 えー、ミクソリディアンンスケールのポジションになりますこれはね、あの中指でこのルートを押さえてコードを弾くことが多いと思うんですけど、これ中指からそのまま弾くことができるので、これかなり一致させやすいかなと思います。だからコードフォームを見ながら、スケールのポジションですね。コードフォームの、まあ、どこにスケールノートがあるのか。まあ、でも覚えてるスケールは先ほどね、ー7とも同じ C メジャースケールの並べ替えなので、全く同じ形なんでね。要するにこの同じスケールを 押さえているコードフォームが変わった時に同じように弾けるかどうかっていうところがポイントですね。全く別のものに見えてしまわないように練習したいっていうところです。 以上が、この今回覚えてもらいたい4つのポジションになります。もう1回見返してね、あの、実際に弾いてみてください。はい。で、練習するときの大切なポイントっていうことで、まず1つ目、スケールポジションが同じであることを常に意識して弾くこと。これがもう一番大事です。要するに、弾いているのは全部 C メジャースケールなんですね。で、C メジャースケールの中に、まあ、いろんなコードフォームが別々で見えていると。弾いているスケールはずっと C メジャースケール。 でもそれを並べ替えて弾くってことになるので、それぞれのまあダイアトニックスケールを弾くことができるようになっているという状態です。まあ例えば、ポジション1で弾くことができる Cmaj7、G7、Bm7、b5。この3つがそれぞれ全く同じポジションの同じスケールを弾いているっていうことを常に意識しながら弾いてください。別のものを弾いているっていう意識にならないようにしてもらいたいです。 はい、これを意識しないと結局別々にスケールを練習して覚えるっていう作業になってしまうんですね。要するに一個ずつ覚えていくっていうことになっちゃうからダイアトニックスケールっていうのは全てメジャースケールの並べ替えであるっていうことを理解しておくのがすごく大事です。はい、これですごくねあの楽になります覚えるのが。だからこの別々のスケールを覚えるっていうのではなくてあくまでも弾いているのはメジャースケールっていう意識で OK。まあ見え方はねメジャースケールってことで OK です。 だそれと一緒にコードフォームが見えておくと、コード進行を見ながら、そのスケールを間違わずに、ルートの位置をこう移動させながらね、ルートを追いかけながら、指板上でね、ルートを追いかけながら、スケールを間違わずに弾くことができるという感じですね。はい。なんで、まあ、結局はメジャースケールをしっかり覚えましょうと。どこから弾いても間違わないようにメジャースケールを覚えるっていうことが大事ということですね。はい。でもう一つ、できればコード等も一緒に練習すると。 同じルートの位置から、コードフォーム、コードスケール、これダイアトニックスケールのことですね、とコードトーン。この3つが同時に見えている状態にできると、アドリブの幅が一気にね、広がります。できればコードトーンも一緒に覚えてください。はい。これもまた紹介できればなと思うんですけど、今回はコードフォームと コードスケールを一致させる方法なんですけど、できればこのコードトーンっていうのも一緒に見えていると、アドリブの時にスケールっぽく弾いたり、コードトーンを弾いたりっていうのを自由に選ぶことができるので、これもぜひ。で、これもね、同じルートからコードフォーム、コードトーンでコードスケールっていうのを一気に見えるように、全部がリンクして見えている状態っていうのが理想です。はい、ということで今回は、 正しいメジャースケールの覚え方っていうことで、まあ正しいというか僕の中ではこれがまあ正しい覚え方なのかなっていうふうに思うので、ぜひ参考にしてもらいたいなと思います。で、プレゼントのお知らせっていうことで、えー、今回ね、この動画内で紹介したコードフォームとメジャースケールの、まあ、ダイアグラムですね。まあご自身で書いていただいているとか、まあこの動画再生しながら見てもらってもいいんですけど、この、えー、コードフォームとメジャースケールのダイアグラムっていうのを公式 LINE の限定でね、 公式ライン限定でプレゼントしたいいと思いまます。す。もちろん無料になりますこれからメジャースケールを練習しようと思っている人であるとかメジャースケールは弾けるけどアドリブでうまく使えないとかコード進行が入ってくると急に弾けなくなっちゃうっていう人はぜひ今回の方法を参考にしてみてくださいプレゼントを受け取り方法の詳細は概要欄をご覧くださいということで今回はこれで以上となります最後までご覧いただきありがとうございました では最後に教材プレゼントのお知らせです。こちらの公式 LINE アカウントでは次の6つのオリジナル教材を無料で公開しています。1つ目、コードトーンダイアグラム。メジャー7からセブンスター4まで全14のコード45種類のダイアグラム。2つ目、3話音コードダイアグラム。バッキングの基本中の基本となる6つのコード全16種類のダイアグラム。3つ目、4話音コードダイアグラム。さまざまなテンションを含む全31のコード71種類のダイアグラム。4、単語的フレーズ帳。4音ショートフレーズ50。セブンスコード上でそのまま使える4音 ショートフレーズ集5つ目2-5バッキングパターン202-5のバッキングにそのまま使える20種類のコードワークアイデア6つ目一気にジャズになるジョーパスに学ぶ定番フレーズ30ジョーパスのアドリブに学ぶジャズのアドリブに必須の定番フレーズ30選これら6つのオリジナル教材を全て無料で公開していますこれからジャズギターを学びたい人やどの教材を選ぶべきか迷っている人はぜひ無料でこれらの教材を受け取ってください概要欄の URL から友達追加していただけると誰でもご覧いただけるようになっていますので ぜひ登録してておいいくださいまたこのチャンネルではスタンダードを題材にした実演シリーズやアドリブを上達させるための思考法や練習方法などの動画を配信していますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上となります。最後ままでご覧いただきありがとうございました